行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。行くぞみんな。君がいてくれてよかどうしてここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。どうやって入ったの？質問を質問で返さないでください。ひょっとしてそうですか。エデン症候群について調べに来た。何か質問があれば答えは誤解しないでください。私は神代に世話になっている人間ですから、少しくらいならあなたも。どうなるって見ての通りです。それ以外の症状は聞いたことありません。治った人がいたと私が知っている人で最も長くてもきっと大丈夫。待つしかないんで。この患者最近運ばれてきた患者ですね。この人あなたに似てません？そうですか。それは神代もエデン氏、そのためにこうして特別エデンのせいで何とかしなきゃいけないんです。会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、こんにちは警備員さん、お仕事お疲れ様。リエさん、今日警備員さんのたくましああ我慢岸辺さん、岸辺理恵、背後神代の上役が必要な情報は手に入れた。長いは無用、そこを出なさい。おっと、ではロビーで落ち隠れて。リエさん、今日はどうしたんです？大好きな優子ちゃんの私が一人でいるの。なんかで、ほら。別に。ところでピクニック。はい。私たちそんなこと。それともあそこの部屋ほら観念して出ていらっしゃい。このリエお姉様がベッドに足取り。なんだ、誰もいない。でも優子ちゃん、私な。それじゃあ、私たちが揃ってく。あの人。無理しちゃダメだよ、続けていこう。行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。自分の体を外から見る体外離脱現象、君はエデン症、それが分かったと。調査は焦る。ただひたすらに粘り強く、鉄頭鉄尾堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ。父の言葉だ。さて本題だが、君はこれからどうするつもりかな。元の体に戻りたくはないか？君の身に何が起きたのか。では決まりだな。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件。安心し、君の能力は期待している。よし、契約成。君はたった今から私の助手権。そう、コーヒーを入れてこい。海ぶどう粒あんコーヒー。見かけも芸術的だが、味もほ。では。